ゲオタク、マイピピです。はい、ということで今日は、ノットイコールミーさんの新曲、マルクアートのミュージックビデオがアップされたので、そちらのリアクション動画を撮っていきたいと思います。私のチャンネルでは、女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、スタート。マイピピ。はい、ということで本日見ていく、ノットイコールミーさんの新曲、マルクアートのミュージックビデオは、この動画の概要欄に URL を貼っているので、ぜひ皆さんも一緒に見ながら楽しんでいってください。おー、キラリちゃん。シオリン。ナツミン。ナナカちゃんが。え?かっこいい。待って、ナナカちゃんこれで髪の毛金髪にしてたわけ?え?美しい。待って。え、ちょっとどうでもいいこと言っていいですか?今日私が着てる服すごいマッチしてない?この曲に。え、めっちゃ可愛い。あ、シオリン、シオリン。ポニーテールじゃん。うわ、かっこいい。うわ、発音がいい。かっこいい。なんて言ってるかわかんないぐらい発音がいい。キラリちゃん。ここ好き。このカッコのところ。いいね。ななかちゃんのかっこいい感じとしおりんのかわいい声がマッチしますね。なつみんの歌い方本当に好きなんだよね。おー、ちゃんとこうカメラがこう回る形のね。大人っぽ。キラリちゃん。なにこれ。しおりんをこんな危ないところに。立たせないで。過保護、過保護オタク。夏美の声ほんと好き。来た。ここ好き。いやもうこう、なとこですよね。いや、美しい。太もも細い。美しい。子供じゃないって。出た、マルカート。おー。なんか後ろ、バックが赤の、こうなんていうの、壁が置いてあるだけなのにめちゃくちゃかっこいいな。いや、ななかちゃん金髪似合う。かっけー。さすがやな。ダンスもいいですね。しおりもそっか、ダンス上手いし。てか、ダンス上手くて、え、待って。ダンスが上手い人と歌が上手い人集結してるやん。よく考えたら。白くない?夏美。ここのなんか、いいですね。ここのメロも。音数少ない感じ。元に戻せな。来たー!しおり様ー!なんかこのしおりのこの清楚なんだけどかっこいい感じすごい好きなんだよな。かっこいい、クラッシュ。いやいいね。ちょっとこう、なんて言うんだろう。女子流的な4人だとね、一人一人をじっくり見ることができて、いいですね。ななかちゃんのさ、パンツめっちゃキラキラしてない？いやー、ダンスがうまい。ななななって多いよね、結婚の意味。いやー、かっこいい。来た。子供じゃないぞって言ってるんだね。うえーい、終わり方かっこいいんだよな、これ。うわぁ。はい、ということで、ただいま見ていた、ノットイコールミーさんの新曲、マルクアートですが、皆さん、いかがでしたか?もう最高ですよね。もう私、いつもこのリアクション動画が終わった後の、皆さんどうでしたか?最高ですよね。の口癖みたいになっちゃってるんですけど、いや、本当に最高だから最高って言ってるだけであって、そこはちょっと皆さん、ご理解いただけますよう、よろしくお願いします。え、今日のさ、私の服装、マルクアートじゃね?みたいな、ちょっと今思っちゃったんですけど、まあそういうことはね、置いといて、ななかちゃん、そして、しおりん、そして、なつみん、おちきらちゃんのこの4人でですね、ユニット曲ということで、まあ、最初にアルバムでこうサブスクが始まった時に聞いて、え、何この曲めっちゃかっこいいやん。でもどんな MV になるんだろうっていうのをすごく楽しみにしてたんですよ。そしたら、結構場所としては一箇所っていうか、その崖の上に立ったりはするけど、1日のこう撮影スケジュールというか、そこの場所で全てを撮ってしまうっていう構成ではあったんですけど、カメラがこういう形で動いたりだとか、あと後ろの赤い壁がいいコントラストになってたりとか、マルカートっていう文字もね、赤文字で書かれてたりしてたので、まあ、ちょっとこういう情熱的な感じが伝わってくるミュージックビデオだなと思ったんですけど、そもそもマルカートってなんやねんっていう話だと思うんですけど、調べたんですよ、マルカート。
そしたらこれ音楽用語ではっきりとみたいな意味らしい、はっきりとさせるみたいな意味らしくって、だ多分あのピッチカートとか、あとなんかスタッカートとかなんかいろいろあるじゃないですか。そのシリーズでマルカートっていう言葉があるみたいなんですね。ではっきりとさせるっていう意味のタイトルに対して、こう歌詞の中でもなんか子供じゃない私だよみたいな、私は子供じゃないからみたいな、だからはっきりさせろみたいな、そういう意味の曲なのかなみたいな、あのちゃんと区切りをつけろみたいな、はっきりさせろみたいな、そういう感じのメッセージ性がある曲なのかな。それをこんなにおしゃれに、でもダンスは実はこうゆったりと動いてるようで、はっきりと、それこそはっきりと動いてるような力強い動きが多かったので、それこそシオリンとかキラリちゃんってダンスでもねすごくあの評価が高いメンバーだと思っていて、その2人だったり、あとナナカちゃんとナツミは私歌声が本当に好きなメンバーなので、この4人が集まったらもう最強ダンス&ボーカルユニットできちゃうじゃんということで、あの今回あの私の願望もですね叶えていただきつつの、あのかっこいい楽曲っていう、はい、指原さんありがとうございますの気持ちをこの動画から電波に乗せたいなと思うんですけれども、皆さんはその辺どう思いましたか。ぜひあの感想をねいただけたらなと思います。結構まあイコノイジョイのユニット曲、まだジョイちゃんはないけどイコノイのユニット曲っていうところが本当にこう、うわ待ってましたみたいな、オタク心分かってるやんみたいな、そういうユニットになることがすごく多いので、これがねやっぱイコノイジョイ応援してて楽しいポイントだなっていう風にいつも思います。イコノイジョイちゃんたちって特にこうなんだろう、選抜みたいなものもなければ、あのまあセンターもちろんありますけど、なんか大々的にこうセンターがどうなってこうなってっていうのもカップリングとかだとそんなにないじゃないですか。もちろんねそこが醍醐味だみたいなねアイドルグループさんもいらっしゃると思うんですけど、私は基本的にやっぱアイドルちゃんたちがなんか健全な状態で活動を続けてくれるっていうのがすごく一番だと思っていて、ファンも楽しくてアイドルたちもあのそんなにこうプレッシャーではないみたいな、そういうねアイドル活動っていうのは今の社会情勢的にもこうすごく大事だと思ってます。やっぱりアイドルっていうだけでどうしてもすぐ卒業とかなんか辞めちゃうみたいなネガティブなイメージを持たれてる方が意外とアイドルファンではない方々に多いなっていうのを最近いろんな方とあのお仕事でお話ししてて思ったので、そういう意味では本当にイコノイジョイグループって何かあってもちゃんと活動休止期間みたいなのを設けてくださったりとか、なんか帰ってきてもちゃんとそこに場所があったりとか、そういうとこすごい体制が整ってて、やっぱりそれはもともとアイドルをされてた指原さんならではの意見だったりなのかなっていうふうに思って、応援してる側としてもすごくあのありがたいし、まあ、やっぱ推しがね夢を叶えていくことだったりね長く続けることだったり、まあ、そういうのが一番オタクにとっては嬉しいので、そこら辺の体制が整っていてイコノイジョイちゃんたちを推しててすごいハッピーだなって思いました。で、今日はですね私誕生日なんです。だからこの後夜ショールームでお誕生日配信もしようと思うので、よかったらぜひ皆さんマユッピチャンネルをあのマユッピって検索したら出てくるので遊びに来てくれると嬉しいです。というわけで、今日は Not Equal Me さんの新曲マルカートのリアクション動画をアップしました。マルカート最高と思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様お仕事おつぴぴー。